電波が悪すぎて場所変えました。すいません、なんか電波が悪すぎて、そう、さっきお話ししてたんですけど、場所を変えさせていただきました。話の続き？え、どこまでしたっけ？なんか毎日最近ショールームやってて、このパソコン、こっちのパソコンの方でショールームのコメント見てるんですけど、で、ショールーム、なんでなんか多分この画面が開きっぱなしになってたっぽくて、で、その授業中めっちゃ講義の授業で、一人も友達いない授業で一人で座ってたんですけど、ちょっとあのパソコンいじろうかなって思って、ちょっとパソコンいじることがあって、パソコン開こうって思ったら、講義中になんか開いたら大音量でティーチャーティーチャーが流れてきて、ドゥンドゥンから流れてきて、どうしようと思ってわって閉じたら、閉じても流れ続けちゃって、どうしようと思ってわって急いで消したんですけど、こうやって見ておくときにちゃんと閉じとかないとティーチャーティーチャー流れちゃいますっていう、マジでくだらない話です。そうですね、今1264名の方が見てくださってるんですけど、あのなんだっけ、さっき今日明日めっちゃ大きな期末テストがあって、ちょっと勉強しててキリが良かったので、ちょっと早めに始めさせていただこうかなって思って早めに始めたんですけど、まあいろいろ問題があったので早めに始めて良かったです。そうですね、なんかショールームってか、あのなんだっけ、あれのためと YouTube 撮影のために使ってるスタンドがあるので、結構安定した画質っていうか、動かずにこうやってショールーム配信できてるんじゃないかなって思います。皆さんね、そうですね、あの今日は明日はテスト、最終テスト、期末テストと最終プレゼンがあるので、結構ちょっと忙しいんですけど、やっぱり総選挙活動頑張って行きたいなって思ってて、でもやっぱりこうやって皆さんと交流する時間すごく大切なので、こうやって30分間だけですごい短くて申し訳ないんですけど、皆さんと交流したいと思いまして、あのコメントとかも全部見ていきますし、 何か質問あれば何でも答えしますし、裏公約も決めていけたらなって思います。プレゼン何？プレゼンの内容ですか？プレゼンは私結構テーマが自由で、まあビジュアルアナリシスの授業だったんですけど、メディアの見方って言ったらあれかな？なんて言うんだろう、メディアのプレゼンの仕方だったりとか、同じ事実をいろんな方向から報道の仕方によってすごくいろいろ違うイメージが受け取れるっていうことを簡単に、まあ、例を挙げてそれを分析しながら発表していくっていう内容になります。そう、なんだろう、 どうやって説明したら分かりやすいのかな。なんか、まあ、ある一つの事件出来事、あ、全然ビジュアルアナリシスの授業なんで、なんだろう、ビジュアルアナリシスの授業って一つの画像から読み取れることだったり、一つの動画から読み取れることっていう話をするんですよ。ミディアリテラシーの逆、なんだろう、まあ、なんて言うんだろう、そういうわけ、なんか
そうですね、まあその一つの、まあ私は一つの動画を見つけてきて、まあある出来事についての動画なんですけど、その動画をまあみんなに見てもらって、まあそこから読み取られたイメージから、その読み取られるイメージがどうしてそういう風に読み取られてるのかっていうのはっていう話だったりとか、まあっていうのを詳しくいろんな別の画像とかも入れて、こういうイメージとか映像による表現を学んでるのかな。いや、なんか別に全然これ一つの授業なんで、全然こういう授業をずっと学んでるわけでは全然なくて、まあそうですね、そういうテストがありますっていうのを明日やりますっていうだけかな。うん、で何だろう、明日の期末テストはやばいな、平安時代、平安文学の中の無常観とか鎌倉時代の文学とかについてのテスト、セルフプロデュースに役立ちそう。うん、そういうわけでは全然ないね。多分なんだろう、セルフプロデュースではないかな。うん、どちらかっていうと、なんだろう、私が最終的に伝えたいメッセージとしては、そのメディアを見るときに、あの全部同じ事実なんだけど、メディアっていうのはある視点箱を通してしか見れないから、その客観的に見る、客観的にっていうか普通にその出来事を目の前で見た時と状況が違うしっていう話を結構したいので、その自己プロデュースの話ではないかもしれないです。そう、分析しないといけない。そうだね、多分なんだろう、もうなんだろう、その元の動画だったりとかプレゼンの詳しい内容を話さないと、これ以上ちょっと分かりやすくは解説できないかもしれないんですけど、まあいろいろやっぱりそういう話なんでね、ちょっとどのメディアを使うとかそういうのとか、結構こういうのは結構お仕事としてやらせていただいてることなので、まあいろいろなつながりとかもあったりするので、特に内容がメディアだからこそちょっとあんまり語れないみたいなところは若干あるので、握手会などでぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。人によっても見方が変わる。そうだね、そこもちょっと触れますけど、まあなんだろう、まあそこを中心的ではないです、全然。そう、なんかもうちょっとなんだろう、うん、そんな感じかな。そう、あとプレゼンだからな、大変。聞こう、をぜひ聞いてください。なんだろう、今までやってきたプレゼンとか気になるのかな、みんな何やってきたかな、今まで。でもいっぱい論文は書いてるからな。あ、お守り100個ありがとうございます。大鳥子さん、イエーイ、ありがとう、大好きです。何かな、美術史、あ、美術史の授業、先生の時からたくさんプレゼンしてみて、うん、プレゼンはめちゃめちゃする。プレゼンはもう慣れっこです、いっぱいしますので。ちょっと待ってね。
コメント、そういうのだとビブリオグラフィーどこから持ってくることが多い、どういうものってことかな。ビブリオグラフィーどういうビブリ、どういうあの参考文献ってことかな。なんかビブリオグラフィーでも多分画像を撮ってきた時のビブリオグラフィーとか、動画を使用するビブリオグラフィーとか、参考文献もビブリオグラフィーだし、まあインタビューとかもそれこそビブリオグラフィーに全部入るんだけど、どういうものかな。写真なのか、そのメディアの種類を教えていただければお答えできます。仕事してた、始まってた、イエーイ、でも来てくれてありがとう。人前で発表緊張しない？めっちゃ緊張する。なんか意外と多分みんな結構なんかね、仕事とかでもプレゼンよくするっていうと、でもなんか仕事してたら、なんか仕事してたら、仕事、この仕事してたら全然緊張しないでしょとか言われるんですけど、いや全然緊張しますよ。なんか多分ファンの方、なんかこうやって言うのもあれなんですけど、ファンの方ってすごいなんかファンフィルターっていうか、あったかい目で見てくれるじゃないですか。なんかちょっと失敗しちゃってもなんか大丈夫だよとか頑張ってとか言ってくれるんですけど、なんか普通に学校とかだとマジで冷たい、なんだろう失敗したりしてもなんかシーンってなるだけじゃないですか。だから本当に緊張、ファンの人の前とかやっぱ安心してできるんですけど、結構なんか普通の学校のプレゼンとかめちゃめちゃ緊張します。内容によって違うよね。そうそうそう、内容によってすごい違うの。お守り100個投入突破ん？ヨナシさんありがとうございます。ヨナシさん大好きです、ありがとう、イエーイあ、お守り100個受け取って、大鳥子さんありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。さっき STU の塩井ひなこちゃんとひなこちゃんルームでれなちゃんの話たくさんしてきたよ。どんな話教えて、詳しく。プレゼンの空気によっても違うよね。大ごけしたことあった。本当に？なんか私はなんかあんまり空気感結構関係なくて、結構なんだろう、なんかそのインタラクションとか苦手な方なので、結構ワンマンショーになりがちなんですよ。なんでまあ割とで、別になんかプレゼンだとそんなになんか面白さとかも求められてないんで、そのまんまやっちゃう感じが多いです。一気だから冷たい視線は慣れてそうだけど、全然一気だから、どういうこといやね、なんかさ、なんて言うんだろう、なんか観客が多い方が緊張しなくないですかっていう謎の理論が私の中から出てきて、そのなんだろう、ステージとかに立ってる時の視聴率となんか少ない人数の人の前でプレゼンする時の人数の方が緊張する。だってわかりますよね、顔見えないから、ね、いやそういう意味じゃなくてですよ、そういう意味じゃなくてですよ基本少人数の方が、そう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 、本当に少人数の方が緊張する。そうね、じゃあ なんだろう、なんかさ、じゃあ国連だと緊張しないとか、なんかそういう意味じゃないですけど、 なんだろう、根本的な人数的な問題でSTU と NGT に仲いいメンバーいる？へ？なあちゃんフォックスの相手の仕草も見えてしまう。わかる。なんかさ、なんだろう、なんか個別指導も緊張するけど、大人数講義も緊張するな。プレゼンで説明してくださいん、少人数の空気や。いやなんかさ、
なんだろう、 MC の時って基本的に楽しいじゃないですか。でもプレゼンって楽しくないから緊張するのかな。空気は厳しい、よくわかんない。ボールペン回しながら聞いてるとかね。え、でもいつもどこ見てるかわかんないけど、そんなにお客さんのこと見てないかもしれない。あのプレゼン、お客さんじゃないや、その見てる人のことをプレゼンでは見てないかもしれない。劇場とかでは見れるのに、なんでかよくわかんない。楽しいプレゼンやばいかも。ひなこちゃん配信しながられなちゃんのこと調べてた。あ、存じ上げてくれなかったんですね。まあ、そうですよね。まあ、お守り100個受け取ってありがとうございます。おとりこうさん、イエーイ。人前で発表するとき普段噛まないのになっちゃう。そうなの、存じ上げる。まあ、あと総選挙投票も本当に本当によろしくお願いします。昨日はちょっと暗い配信になってしまったんですけど、今日も引き続き、あの、まあ、皆さんにもちろん絶対に投票してもらってランクインできるように、これから毎日配信して、モバイルメールの方も1日ごつ公約を守ってお送りしてるので、ランクインできたら私の公約はジャカルタで、あのファンイベントをやることなんですけど、あのすごく小規模にはなってしまうかもしれないんですけど、ショールーム上で皆さんにできる公約を、なんか私ができる範囲の公約を作りたいと思います。あの運営の方の力を借りずにできる公約をやりたいと思うので、よかったら今からの時間でやってほしいこととかお送りしてください。パフォーマンス中はやっぱ観客の顔わかる、わかるわかる、めっちゃ見てるよ。なんだろう、なんか逆に MC の時のライトって意外と見えなくて、さっきまでの話をしたのもあれなんですけど、 MC の時ってこっち向きに照明がすごいガッツリ当たってるんですよ。なんで結構実は見にくくて、でも見にくくて、でこっちがこうみんなのこと見てるよみたいな、うん、みんなのなんかサイリウムとか見ようとするときに、なんか照明さんがそのライト逆向けてくれて、で、あの見ることができるようにもしてくれるんですけど、なんかこっち向きん、だから曲中とかでこっちが暗くなる時とかだとすごいよく見えてます。うん、少数のプレゼンは相手の理解度を見つつポイントを変えたりする。なんか私たちはなんだろう、プレゼンって言ってもやっぱ成績つくものなので、正直相手の理解度とかあんま関係ないんですよ。なんでそういうことやったことないので、やれる機会があれば、いや、いろいろしてた。本当に、じゃあ嬉しい。私も今度挨拶しよう。絶対ジャカルタ行くぞ、ありがとうございます。現地で食べ歩き配信、あ、本当にそういう感じでいいの。警備や会場設置など運営の方は必要だよ。あ、違う、なんかなんだろう、あれ、なんか私がやる公約としては、例えばなんだろう、カラオケ配信とか、ショールーム OK の時間の、例えば朝5時とかから、朝5時とかかな、ショールーム OK の時間の時間から12時間じゃない、例えばその1日12時までずっと配信するとか、お料とか、なんだろう、自分の自撮り100枚ツイッターにあげるとか、なんかそういう感じなこととか、国内では散歩配信できないか、海外ね、お散歩配信も
なんかジャカルタの方も見ることができるので、多分お散歩配信はね厳しいかもしれない。ジャカルタの方も多分ショールーム見れるので、それはね多分ね、多分運営の方がねいいって言ってくれないと思うんだよね。だからちょっと厳しいかもしれない。確かに前お見送りの時見えたって言って、えてかね、なんかみんなが思ってる以上に見えてるし、めっちゃ見てるよ俺の。でな、一回でも見たことある人のこと結構じーっと見てるんですけど、向こうが目そらしてくるとすっごい私ハート弱くてチキンなんで、すぐあごめんなさいみたいな感じになって見えなくなっちゃうんですよ。だから見られてるなと思ったら多分見てると思います。結構私ちゃんと見てます。野沢ワールドトラベラーインジャカルタ、あそれはもちろんもちろんやりますよ。それはなんか公約とかでもなくやります。JKT 卒業したメロディーさんと会ったりしてる？あ、会わないですね。多分向こうもジャカルタに行って私は日本にいるので、多分お互い行く機会、私がジャカルタに行ったり向こうが日本に来たりする機会があれば全然会うと思うんですけど、なかなか会える機会はなくて、会いたいなと思ってます。お、大鳥子さんお守り100個受け取ってありがとうございます。嬉しい、イエーイ。そうかそう、 お守り100個突破ありがとうございます。本当にそれは楽しみでしたって。でも早く公約を決めなきゃいけないんですよ。何にしますか？ちなみに24時間ショールームはちょっと難しい。インドネシアのジャカルタ時々コメントするよ。ん？どういうことだ？握手会の列待機の時レナちゃんの方を見てようかどうしてようかいつもよ。え、全然見てくれて大丈夫だよ。なんかね、でも他の人の対応してる時はその一緒に来てくださった方にちょっとあの対応集中させちゃうので、後ろからなんか手振ってくれたりしてももしかしたら気づかないかもしれないけど、本当に暇してる時だったら全然手振ってくれたりとか、他のレーンに並んでても全然、私結構意外となんだろう、なんか結構静かにしてると怖そうって言われたりするんですけど、意外と全然そういうのとか嬉しい方なので、手振ってくれたりとか、なんだろう、声かけてくれたりとか話しかけてくれたりするのはすごい嬉しいし、私コミュ障なんで、なんだろう、自分から話しかけてちょっと気まずくなっちゃったりとか急に変な質問しちゃったりするから、全然話しかけてくれたり質問してくれたりするとすごく嬉しいです。We love you, Rina. Oh, thank you so much. But, Rina, greetings from Indonesia. Ah, hello. Terima kasih ya. 確かにお見送りでこっち見なかったって声と、そうだよ。めっちゃ見てるんだからな。そういえば JKT に日本人メンバーいないね。寂しい。確かに。キュッピさんはいつも来るように。そうそうそう。キュッピさんね、出席率がちょっとね。こんばんは。大丈夫、僕は他の例には名前、あ、ありがとうございます。野沢れな神吉さんでした、イエーイ。怖くなんてない、優しいじゃん、ありがとうございます。急に何を聞くのよ。え、元気とか元気とか、チーム系どうとか。列で手振ってくれて嬉しいです。本当になんかね、結構あるあるで、隣のレーンの人とかに手振るんですけど、なんかみんな、みたいな人ばっかなんですよ。そうするとすごい心折れる。公約、海外から配信ってどう？あ、もちろん。なんかその、なんだろう、あれは配信します。そのイベントの状態、状況、イベントはリアルタイムショールームで配信するので、イベントの方はそちらを見ることもできますし、もちろん他の配信も外国でやりたいと思います。ここでちょっと物金かいいのかなって思うのよ。列違うし、え、全然いい全然いい。逆になんかノリノリの人とかすごく楽しいから、うん、ノリノリになってくれたら嬉しいなって思う。それネタになりそう、本当に。こんばんは、今日レナちゃん元気で嬉しい。あ、ありがとうございます。ちょっと昨日元気なかったんですけど、いつものレナに戻りました。これから明日も明後日もうち明後日も総選挙までは毎日配信させていただくので、これからも応援よろしくお願いします。いつも基本的に11時から12時の時間帯にやらせていただきます。11時半、今日11時半になっちゃったんですけど、ちょっと今日テストだったんですごい申し訳ないんですけど、基本的にはやる気に満ちてるね、イエーイ。俺は絶対他の列に並べない。
ありがとうございます。大好きだよ。イケメンじゃなくても、え、なんでイケメンとか何にも関係なくない？来てくれる人みんな大好きだよ。楽しみ楽しみ。そう、JKT は中川遥香が2006年で卒業してね、今もインドネシアで頑張ってる。そうそう、応援してます。あれあと10分、確かにあっという間に時間過ぎますね。大丈夫、みんなイケメンじゃないか。何それ、私はみんなのことイケメンだと思ってるよ。うん、だってさ、イケメンとかってさ、全部さ、アスタレックスじゃん。それってさ、全部自分のさ好みだから、一般的にはとかないから。そうだよ、みんなイケメンだよ。優しい、ありがとう。イエーイ、レナは天使だから。ふふん、棒じゃないよ。スラマトマーン、こんばんは。あ、こんばんは。スラマトマーン。分析が大事。なんの？なんの？エンジェル様や。私がエンジェル様だよ。ありがとうございます。泣きました。だって。イエイ。本当に天使。やったね。天使だよ。私多分みんなが思ったよりも天使だと思う。イケメンの天気、握手会も社名会も対応極上だよね。イエーイ。いやいやいや、どういうことだって。いや、分かってるよ。だってじゃあ、だから本当にいるの、みんなが思ってるよりも天使だと思う。本当にすっごい恥ずかしいからこれ言ってるの。深夜夜だからテンション高いから言うよ。なみんなが思ってるよりも本当に天使だから。レナちゃん女神です。イエーイ。他の JKT メンバーと普通に会う機会があればいいね。確かに、レナちゃん女神、天使、大天使様、やったね。でも私わかる、確かに私は天使っていうより女神だよね。アイドルは偶像だか悪魔じゃないと。笑顔が好きだから握手会楽しみで信じてみようかな。おやすみ。悪魔主義者がいる。それはじゃあなんで私が自分のこと天使じゃなくて女神だと思うかっていうと、身長が高いから。天使ってなんかもうちょっと子供っぽくて、なんかはーみたいな感じじゃん。私もうちょっとなんか大人しいし、大人っぽいし、ちゃんとしてるから。何の女神？身長まだ伸びてるの？伸びてないです。もう20歳ですよ。足長くて綺麗だよね。イエーイ。ちゃんとしてるメモよ。でもだから本当にもうみんなさ、なんかさ、いろいろ言うけどさ、みんな小悪魔好きじゃん。でも私小悪魔とは反対だと思う。本当になんか普通の人、めっちゃ女の子女の子してるわけでもないし、うん、結構その辺にいる人って感じじゃない？私いい意味で。小悪魔ではない。小悪魔苦手。普通が一番だよ。イエーイ。思わない？普通の人じゃない？いそうじゃない？これめっちゃ思うんだけど、私さ、めっちゃクラスに一人いるタイプじゃない？どう思う？さりげなくお弁当作ってくれそう。やったね。じゃあみん、いそうでいないのがアイドル。じゃあみんな、私が例えば小学校中学校のクラスにいたらどういうキャラでどういう系だと思いますか？
書いてみてください。てっちり正解後で言うね。みんな早く書いて書いて、あと5分ぐらいしかない、あと4分ぐらいしかないから、みんな早く次メンバーに聞いてみたい。確かに意外とさ、メンバーのさ、こういうのって想像できないよね。どういう人か知らないよ。一人でいる子、不思議ちゃん、自分の席で静かに本読んでる、一見お嬢様だけど話すと天然、へえ。教室の壁側で静かにしてそう。あ、やっぱ静かなイメージ多いんだ。陰キャや陰キャ。みんなの時は活発だけど二人っきりになると静かになる。あ、確かに足が速い。イエーイ。じゃあ正解は小学生の時は、日本の小学校の時は、みんなにでも日本の小学校の時の方が分かりやすいけど、前の席で先生の話ちゃんと聞いてそう。小学校の時はあれだった、リレー戦でなんか体育とかのキャプテンとかで、でなんか全部班長とかで、なんか外でいっつも鬼ごっことかサッカーとかドッジボールとかでやってたの強い人だった。そう、めっちゃ体育だったんだよね。そうで、なんかそうで、中学校になってから仕事し始めて、なんか本当にいつも疲れてたから寝てて、ずっと寝てて、で勉強もすごいできなくなってきちゃって、まあすごいバカだったからめっちゃバカでいつも寝てるから、なんかあんま友達とかいなくて、なんかまあやばい人で、高校生はコミュ障が爆発してて、図書委員で、でもめっちゃなんだろう、なんかさ、めっちゃ女子女子してる子がいるじゃん。めっちゃなんかもう女子女子みたいな子たちがいたら、それの逆の組織、なんかさ、うちら学校仕切ってるぜみたいな人たちがいたら、それの逆のなんか、ちょっと意味わかんない、そういうのちょっと違うと思いますみたいなのやって、あれあれって言われても、ちょっとなんか無理みたいな感じでなんか揉め事とはちょっと一歩違うけど、その人たちはもう何にも言っては来ないみたいな人たちだったもう12時です。みんなありがとう。止められるまでやります。また明日ね。バイバーイ。みんなはどこだったんだろうね。ET ET